サイヤ人は戦闘種族だ。なめるなよ。リクーム、ファイティング、ボンバー。悪いな、好きだらけだったもんだからつい。このやる。どうするおめえたち。とっとと自分たちの星に帰るか、それともこいつみてえにぶっ倒されてえか。聞いたかバーター、どうやら実力でリクームを倒したと勘違いしてやがるようだぜ。妙な偶然がただ重なっただけなのによ。俺たちは天下の義乳特戦隊だぞ。そいつを分からせてやる。行くぞ。ああ、教えてやるぜ。義乳特戦隊をなめるとこういうことに。これで終わりだ。クラッシャーバーン、やったぞ。ざまあみろ。これで平気だと。これで終わりだ。クルシャーボール。オラワクワクしてきたぞ。なるほど、あいつか。戦闘力は約5000。そうなんですよ、たったの5000で妙でしょ。あいつはおそらく瞬間的に戦闘力を大幅に上げたに違いない。俺の見立てで、あいつの実力は戦闘力6万ほどと見た。6万？やつはサイヤ人なんですよ。ありえんことではない。我々と同じく突然変異で生まれた超天才戦士なんだ。こいつはかつてないほどの面白い戦いになりそうだ。この義乳様の真の力を見せる時がまさかやってくるとは思わなかったぞ。よし、こっちも行くぞ。アバよカカロット、ベジータ、しっかり。
俺も加勢します。くそ、ベジータがいなくなっちまってこっちが不利。誰が手を貸せと言ったか、バーター。今度余計な真似をしたら命をなくすのは自分だと思え。少しずつでいい。電気を開けてくれ。来た。とてつもない強さだぜ。何を笑ってんだ。そいつはギニューだ。遠慮なくやっつけてしまえ。ベジータ、何もそこまでしなくても。せいぜい甘い戯言をほざいていろ、カカロット。俺が始末してやる。はあ、死ね。バカめ、チェンジ。何やってくれ。なれ、どけ。あの野郎、僕も邪魔を。どうやら元に戻れたぞ。なんだカカロットのやつは今一体何をしたんだ。今度こそベジータとチェンジしてやる。かかったらベジータ、これだ。そら、うん、ご覧に入れましょう。すまん、今行くぞ。なんとかなりそうだ。頼む、フリーザを倒してくれ。頼む。サイヤ人の手で。おめえがオラに頼むなんて、よっぽど悔しかったんだろうな。おめえのことはデッキリだったけど、サイヤ人の誇りは持っていた。オラも少し分けてもらうぞ、その誇りを。ほら、地球育ちのサイヤ人だ。おめえたちに殺されたサイヤ人のためにも、そしてこのナメック星人のためにも、おめえをぶっ倒す。くだらないことを。
様ら、この場から離れるんだ。俺たちは邪魔だ。ご飯、早くしろ。お父さん、死なないで。フリーザーをやっつけて。させてもらう。バーン、生まれて初めてかもしれないな。こんなにワクワクするのは。どうやって料理しようか。初めてかもしれないな。こんなにワクワクするのはどうやって料理しようか。生意気だよお前。僕は宇宙空間でも生き延びることができる。でも君はどうかな。この星と共に消え失せろ。ちょっと脅してやるか。少し焦りすぎ。生まれて初めてかもしれないな。こんなにワクワクするのはどうやって料理しようか。ちょっと脅してやるか。今度は死ぬかもね。ウォーミングアップ。
はこれぐらいにして、そろそろその気になろうかな。ほら、僕は宇宙空間でも生き延びることができる。でも君はどうかな。この星と共に消え失せろ。なあ、ハハハハハハ、そら、うわっ、オラの木全部使い果たさねえと勝ち目がなさそうだ。言い張りたくなかったけど、元気玉使うしか。そらと、やった、終わりにしよう。僕は宇宙空間でも生き延びることができる。でも君はどうかな。この星と共に消え失せろ。なあ、ほんの少しずつでいい。電気を開けてくれ。来た。貴様らを許すと思うか。一匹残らず生かしては返さんぞ。クリリン、やめろ、フリーザー。ゴクお次はガキの方かな。許さんぞ。欲望。ピッコロを連れてさっさと突き受ける。まだかすかに生きている。俺の理性がちょっとでも残ってるうちにとっとと消えるんだ。木が膨れ上がって充実していく。ついに 100% パワーってやつのお出ましか。何をしておるんだ、悟空。聞こえるか。今だ、今がチャンスだぞ。
確かにこんなチャンスは二度とないかもしれねえ。宇宙一強い野郎のフルパワーを拝見するチャンスは。なんだと？悟空、お前自分が何を言ってるのか分かっておるのか？クリーンの仇を討つんだ。あいつは二度死んだ。もうドラゴンボールでも生き返れない。クリリンはいいやつだった。本当にいいやつだった。一番の仲間。こんなにしやがって。 85% 90%。 フリーザ、貴様がフルパワーになるのを待っているのは最高の貴様を叩きのめしてからだ。戦士として悔いのないように。貴様だって自分のフルパワーを試してみたくなったんだろう。そうでなきゃもう一発星を撃って終わりにしてたはずだ。これがお待ちかね。待たせたな。こいつがお望みのフルパワーだ。時間がないんだ。早いとこ型をつけようぜ。なめるな。こっちだ。まだまだ。ジャックはこいつはどうだ。これはしつこいくたばり損ないよ。いいだろう、今度は木っ端みじんにしてやる。あの地球人のように。もう地球人のように。クリーンのことか。クリーンのことか。最長老よ、今すぐシェンロンに頼んでくれ。フリーザを除く者たち全てを地球に送ってくれ。耐えてくれその願い。フリーザとこの俺を除いた者たち全てをに。聞いておったのか悟空。今ここで勝負の決着をつけなければ、俺は一生あんたを恨む。わかった。もう何も言わん。お前がそのことを望む。どうあがいても宇宙空間では生きられない貴様を待っているのは死だけだ。皮肉だな。勝負に勝った貴様は死んで俺は助かるんだ。俺も生きてみせる。俺は宇宙一なんだ。だから貴様はこの俺の手によって殺されるべきなんだ。